僕は虹の父で議会長議会議員としてチャレンジするきっかけなんですけど、最初は僕はこの政治について無関心でした。そしてうさんくさいなと、なんかスーツばっか着て、なんかお金の話ばっかしてるなと、こういう世界には絶対行かないと決めていたんですが、この3年間この世の中を見ていく中で、これどうしようもないなと。今までは自分たちの生活だけ良ければ幸せだなって考えてたんです。ですが僕が良くても娘息子の将来、20年後30年後を考えたら、日本そして鹿児島、僕の住んでいる島もどん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 人口が減っていくんです。統計に入れてるんです。僕の島であれば出産数は約今50人です。そのうち死亡数は150人です。年々年々増えていってます、死亡数が。これは何でなんでしょうか。いろんな理由があると思います。先ほど1回目の街頭演説で神谷さんも言ったように、がんもあると思います。いろんな原因でなっていると思いますが、この子どもたちに今後高齢社会になっていく中で負担をかけるのは、大人がどういうふうに子どもたちに教育していくかで変わっていくんです。そういう思いも吉田耕司さん、宮田実さんと一緒に連携しながら、今後行政にそして国に届けていきたいと思っております。僕は何回も言いますが、この子どもたちの教育であったり食と健康にこれからも力を入れて、行政にそして県政に国政に届けていきたいと思ってます。今どうですか、このメディアを見て、給食でもコオロギが出たりしてますよ、虫が出てますよ。それでいいんですか。僕は絶対子どもたちにはそんな給食食べさせたくありません。この鹿児島県は山もある、土もある、川もある、海もある、自然豊か、何でも作れるんですよ。皆さん、日本人が一番必要な大豆作りましょうよ。お米作りましょう。そして農家さんがもっと潤うように県政国政で補助を上げるんです。そしたらこの日本の経済がうまく回っていくんです。僕が言うのは、輸入だけに頼ったらダメということです。海外性が悪いとは一言も言ってません。まずはしっかりこの日本鹿児島県で経済を生む、その仕組みを作った上で足りない部分を輸入するのが必要なんですって僕はずっと言ってます。今後もこれから吉田耕司さん、宮田実さんと一緒に、そういう経済の面も、そして子どもたちの教育の面も、そして鹿児島県の文化も残していけるようにチャレンジしていきますので、よろしくお願いします。